問いも新たに今日の祭りの庭と祝い定めて年間1800の救急を受け入れる日立医療センターの役割は本当に大きいというふうに思っております。この監視をキーですね、さらに充実しました地域から親しまれる企業としてさらに発展されますことを心からご祈念を申し上げますともに、私ども行政としましてもですね、精一杯これからもご支援していきたいというふうに思っていますので、皆さんともども頑張っていきたいと思います。こちらが社会医療法人の認定を受けましたのは救急医療に対する働きかけということでございます。年間に1800台の救急車を受け入れておりまして、時間外も1200台の救急車を受け入れております。従いまして29救急の分野においてより一層貢献する予定であります。地域医療はきちんと行われるようにですね、この地域の特性に合わせた医療の提供というものを心がけるように、新しい建物ができて設備も先ほどからお話しておりますように整備されたものですから、それらフル活動してですね、地域の皆さんに安全な生活ができるように医療面で貢献する所存であります。